うちわを作ります。まず三角に折ります。広げて真ん中に向かって三角に折ります。反対側も折ります。こちらの角を外側に開きます。ここがまっすぐになるように開きます。裏返してこちらの出ている部分を折ります。裏返します。こちらの 色の境目のところで折ります。2センチくらいのところで折り返します。こちらを斜めに折ります。開いてこちらの角からまっすぐ折ります。袋を潰しながら折ります。こちらの先を手前に折ります。反対側も手前に折ります。ちょっと後ろ側に折ります。こちらでうちわの完成です。